情報を得るために聞き込みをするも1時間以上断られ続ける。すると白井に異変が。中京テレビのシャニムニロックっていう番組のロケしてるんですけど、この子を今探してて。え、大変ですか？そうだと思うんですけど。有名なとこ？どこだろう、なんか今のなんか千種の方とかはなんかお店が多いイメージはありますけど。ありがとうございます。ありがとうございましたさっきお姉さんが今池とか千種の方にご飯屋さんというか中華料理屋さんが多いで、教えてくれたので今池に行きたいと思います。諦めず聞き込みを続け、ようやく得られた情報を頼りに所持金1000円を使って今池に移動することに決めた白井。実はこれが大正解。沢野が拘束されているのはピカイチという中華料理店。星野仙一さんもよく訪れたという中日ドラゴンズファンの聖地。中華まんです。粘土のセンスないよ。ちょっと粘土の教室とか行っとけばよかった、こんなことがあるなら。中華料理屋さんでなんかこういう感じのお店とか、ね、分かんないです。中華料理屋も多いと思う。そうですよね、はい、ありがとうございました。中華料理屋さんとかってなんか知らない。あ、知らないですか。罰ゲーム本当にしたくない。ケイさん早く。諦めず聞き込みを続ける白井だったが、ここで無情にもタイムアップ。救出失敗で沢野の罰が決定。今回の罰ゲームは、はい、超激辛ラーメン。私辛いの食べれないんですよ。沢野への罰ゲームは人気メニューの一つ、超激辛のピカイチラーメン。あ、食べない。え、食べれないよ。待って。くぅ。え、めっちゃ辛い。全部。私も麦茶さんみたいになりたいんで、負けたくない。先輩に追いつきたいんで頑張ります。